8月19日。夕べは雨の音を聞きながら眠ったんですけども、目を覚ました時には天気が回復していました。今日最初の目的地は萩市。移動作戦の開始です。萩の町は幕末期に活躍した多くの人を送り出しました。萩町出身の主な人の名前は吉田松陰、高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、木戸孝義、その他たくさんいます。近代日本の夜明けの舞台、それでは萩市に行きましょう。あっちゃ、事故見ちゃったよ。運転手問題なかったかな。うまい具合に挟まってたね。うまい運転。命だけは大切にしてね。俺もだ。ここら辺の海はいい景色を持っています。綺麗ですよね。雲が降りてきました。雨降るのかな。あたりたくさん雨降りましたね。そして立ち寄った道の駅で土産屋さんが美味しい食べ物をプレゼントしてくれました。天気は回復しました。出発から3時間後に萩市に到着。萩市には松陰神社があります。吉田松陰は日本で最初の革命家でした。その彼の革命の魂の叫びにより日本は近代化できました。この小さな家が吉田松陰の松下村塾です。松下村塾は若い人たちに志というものを教えていました。そして彼は会う人々に旅に出ることを奨励していました。その理由は世界と日本の差を理解することでした。僕は人を見てその人と私の間の相違を狭めることを学びます。しかし江戸幕府によって意思を達成する前に彼は30歳の若さで処刑されました。吉田松陰は現在理想と決意を持つ人に神として祀られています。吉田松陰は人間の行動や価値について多くの教えを残しました。私はその言葉を一つ紹介します。志を立ててもって万事の源となす。何事も志がなければならない。志を立てることが全ての源となる。夢は自分で理想と決意を持って本当の基礎になります。彼のもう一つの言葉を借ります。あなたが何も成し遂げないならば、それはあなたが何もしないからです。私は幕末から明治時代の人々を日本の誇りに思っています。では江戸時代の城下町に移動しましょう。広場に出ちゃった。道に迷った。おかしいな、
直線道路だったの。右に行ってみよう。何にもないぞ。案内板がある。現在地を確認しよう。行ってみよう。あれ、元の場所だ。旧萩駅です。観光案内所がありました。この観光案内所で情報をもらい、阿武川温泉へゴー。休みだとさ、また風呂入れず別のところ行きます。残念。そして私はカルスト台地、秋吉台を走りました。天気がコロコロと短時間で変わります。場所が海のサンゴ礁だったと聞いて驚きました。快適にランディングができます。久々の温泉で気持ちよかった。
温泉は幸せを与えてくれますね。だけど僕の束の間のその幸せを大雨により奪われました。海辺の上にあるキャンプ場でした。いい景色を見たいから海辺の丘の上にテントを張りました。晩飯は今日もホルモンです。炊事場に電気がないので、食べたらすぐに寝ます。おやすみ。